ビデオカメラのデータ復旧を行いました。静岡県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはビクターエブリオ GZ-MG275。 ビデオカメラが故障し電源が入らなくなってしまったものです。データ復旧処理を行い、9時間35分の動画データ 100% の復元に成功しました。またテレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。